ベイリーはアメリカ海軍のベンソン級駆逐艦の一隻。艦名はセオドラス・ベイリー少将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。1969年に標的艦として沈没した。ニューヨーク州スタテンアイランドベースレヘム造船にて1941年1月29日。寄港され、1942年5月11日。 FD カーンズ少佐指揮下にて1942年5月11日に収益太平洋艦隊に配備された。太平洋ではアリューシャン列島紹介のため第8任務部隊に所属した。1943年1月12日にアムチトカ島への進行を支援し、3月26日にはコマンドルスキー諸島海戦に参加した。従順洋艦なちに対して、 魚雷攻撃を行った際、ベイリーは3発の8インチ砲直撃を受け、5名が死亡、6名が負傷し、船体に大きな損傷を負うが、この行動により海軍部隊賞を受賞した。アラスカ州のダッチハーバーで応急修理を行い、本格的な修理のため1943年4月8日にメアアイランド海軍造船所に入った。 修理を終えたベイリーは1943年10月16日に新珠湾に入港した。1943年11月から1944年10月まで、ベイリーは以下の海域にて火力支援、作敵、紹介任務に従事した。1944年10月1日の夜、パラオーキでの紹介任務中に2度の激しい機銃装車を受け、9名が死亡。 16名が負傷した。ベイリーは修理のためマレ島へ向かい、10月25日に到着した。1944年12月24日に、真珠湾に戻り、ミンダナオ島の戦い及びボルネオの戦いにて上陸を支援した。1945年8月から11月までの間、ベイリーは極東海域での訓練に従事した。 1945年12月11日、マサチューセッツ州ボストンへ移動し、1946年5月2日、サウスカロライナ州チャールストンにて退役した。ベイリーは1968年6月1日に海軍戦籍から除籍され、1969年11月4日にフロリダ沖で標的として沈没した。ベイリーは太平洋における行動により、 海軍部大将と九個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。